価値の生成方法にはいくつかあるが、鏡の向こうに不要を送ることで、相手に同じ、相手の不要をこっちへ送ってもらう、という方法がある。いらないものだ、なら、それはどれだけ消えても何ら問題はない。異世界はある。鏡に映る光景は、一種、異世界だ、という理解が生む話だが、真実であるなら、意識的な不快は捨てる、それが可能だ。魔王、それは、何かの頂点には位置し、そしてその先に、ある。向こうから対価として送られる、不要、こちらの有用は、何かの理解、アイディア？そういうものとなるか。打開へのルート、みたいなものか。それとも、魔王、その本来の意味？自身が意識する、不要、それは、奈落へと消えていくのだ。そしてそれは何かの価値として発生する。売春婦を殺してしまったパワーとは、